日本山梨県南駒郡美部町、梅平美部山山町から梅平一帯を望む、梅平は山梨県南駒郡美部町の地名。郵便番号は409-2531。富士川の西岸に位置し、美部線美部駅と美部山区道寺のほぼ中間に位置する。また、富士山のほぼ真西に位置しているが、天津山地に阻まれ、 当地から直接富士山を見ることは困難である。身延駅前は小2、ん通り商店街。身延山が門前町として商店が並ぶのに対し、梅平は役所をはじめ教育、医療、金融などの施設が集中している。鎌倉時代中期に、南部実長が父、南部光幸からハキーとを分与され、当地に移り住んだのが始まりとされている。その後実長は日蓮を招き入れ、 日蓮は、身延山を、解山、工藤寺を建立した。実長が住んでいた、士官は、その後寺に改修され鏡炎坊となり、日蓮州就門史跡として同地に現存している。また、古くから、駿河国と海野国を結ぶ寸州王冠が、同地区を通り、大正時代になると、身延山の延伸と身延橋の開通により、対岸からも、身延山への参拝客が増加した。 さらに、長距離路線バスが通るなど、交通のようでもあった。その後モータリゼーションの進展により、長距離路線バスは廃止された一方で観光バスなどの大型車が増えたため、バイパス道路が作られた。1872年に実施された県内八軸区星において、駒群馬イタイラ村となったが、1876年に自社料は廃され、ミノ村、ハキ村、 大野村の周辺三村と合併して、南駒群美信村梅平となった。1931年1月1日に、調整執行され、南駒群美信町媒、平となり、その後1955年と2004年に合併が行われたが字はそのままとなっている。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。二路線が通っており、いずれも、 同じ場所にある、ありがとうございます。